しょちゃん、りっちゃん、りっちゃん、エサです。採用チャンネル始まるよ。あとは、りっちゃんが頭にパンにつけて食べたい。ぬるマシュマロと。カップケーキマロ。これ全部そこ見せたかった。あのアミュプラダに。カップケーキマロ。AKB とか来るかと思ったら明日だったね。と明日おじちゃんと運動会と。ちょっと待ってよ。これはお買い物だけどりんちゃんあんまり好きじゃなかった。あんまり好きだ。スパークリングのブドウジュース。これママ大好き。これ買ったかもしれない。美味しかった。りんちゃんのことやだね。やだだった。そうだからいっぱい今日は買ったから、でもまだ他にも家に買って置いてあるのもいっぱいあるけど、取ってあるのもいっぱいあるけど。あ、これもだ。なんだっけ、これはフランスのピエログルマンサワーワームグミ。ワームグミ。ミミズ。すごいのグミ。ママ、ミミズ出してる。ミミズも出てる。ママ、ミミズ出してる。子供の頃ミミズは触れてたよ。え、さっきで、ママ子供の時に。ママ手袋外から聞いたけど、ママ子供の時あれ、ミミズ持って。そうそう、ミミズ捕まえてお姉ちゃん追っかけかけよ。ママが持ってお酒で。そう。お姉ちゃんが虫が嫌いで、ママは全然平気だったから、昔ね、浦島のりってやつがね、瓶に入って売ってたのね。今のプラじゃなくて、だからそれに、そうそう、海苔、味のり食べるの、焼きのり。それに虫集めて、それ瓶を入れたままお姉ちゃんを殺したの。そう。あ、アホな子だった、アホな子。中で言われたの、母。うん。アホな子だ。お姉ちゃんが何すんなーって怒ってたよ。何すんなー。アホ。ニコさん。ねえ、ママだけだ。私ママが小さい時の写真見たら。うん。ママが。ね、そっくりだったね。本当に。トイはお風呂から上がってカバンの中に骸骨さん取れるよ。いや、よくてよくてカバンが入ってドーナツ食べ終わった。食べてきた。あとしょちゃんだけだね。しょちゃん何好きですか。あ、待って、ふなっしー倒れてる。しょちゃんは甘いものが好きなんでしょうか、聞いてみましょう。明日の朝ごはんもドーナツですけど大丈夫でしょうか。りっちゃんたちは好きだと思いますか。あら、ドーナツ食べるよ。だってドーナツ食べきんないじゃん。半分はあげるから、ね、甘いものが好き。食べきれないから。あ、ポテトチップ。あ、ポテトチップ。ありがとう。ママ食べていいよ。ママ、めっちゃ持っていってトイくんをかじったからね。トイくんをかじった。ね、せっちゃんのピカチュウ見せて。メタモン。メタモン出たの。かわいい、メタモンピカチュウ。メタモン。りっちゃんもそれやるの。ママのポケモンショップに売ってたさ、メタモンピカチュウ欲しい。メタモンイーブ。いや、ピカチュウ。ごちそうさま。みんな食べました。また見てね。